こんにちは、ジョイサーフチャンネルのこまりです。スリルさんにドッキリ企画を仕掛けたいと思います。今、トイレに行ってるので、なんだっけ、一人で撮ってます。で、いつも、サーフィンしてるところを撮りながら唇さん浜で出張してるんですけど、その1回の収録というか撮ってる間に何回英語を言うのかという企画をやっていきたいと思います。さあ太陽が出てまいりまして、本日、2月の7日、波のコンディションは膝もも小さいんですが、楽しくサーフィンをやっていこうと思います。特に今日は企画は決めてないので、こまりさんと今日忍者を格好してますね。2代目忍者のゆうきまじんとあずにゃんと一緒にサーフィンしていこうと思います。そして今日のコンディションは小さくて、寒いのでこっち側は誰もいません。そして、こちら見てください、ドーナッツがありますよ。ドーナッツがミスタードーナッツ食べたいな。前1年2年くらい前もこんなこと言った気がする。ここであれドーナッツじゃねえっつって、ミスタードーナッツ食いてえなっつって。皆さんドーナッツは何がお好きですか？私はね、あれが好きだな、エンゼルクリーム。あれ美味しいよね。あのちっちゃいさ、何お団子ぐらいのサイズのいろんな味がたくさん入ってるやつ、まあ、あれもまあ好きなんだけど、あれ俺あんま好きじゃないやつも食べなきゃいけないから嫌なんだよね。わかりますこの気持ち。おばさんいけるじゃん、ひやべがひやべが刺さんないように。あーちっちゃいちっちゃいもう膝以下じゃん、もうそこの水深あっさ。何の話だっけ。ああそうそうそう、ミスタードーナツね。なんか昔ミスタードーナツ結構たくさんいろんな駅とかで見たけど、なんか見ないよな最近。あります？最近ミスタードーナツ全然マジで見ないから。湘南近くにあんのかな、辻堂とかの方に行けばあるかな。おお忍者2代目、おお忍者、うねり忍者、スイトンですねなんかゆきさんの方が首のところ、口と首のとこ隠れてるからより忍者感半端ねえ。あーこれあずにゃんきついかな。そこはお前さんの方が乗れそう。よしよよよよ、今日は乗れ高はありますよ、間違いないです。コナミなんでね、この前はねビッグウェーブでしたから、腹胸なんて入ったことなかったから、おまりさんにとってはめちゃめちゃ怖かったろうね。私も胸サイズなんて入ったことないかな、初めて入りましたけど、やっぱ波風も多くなかったからあんまり怖いとかはなかったけど、おまりさんはビビり散らかしてたね。さあ来たんじゃないですか、行きましょう丁寧に、全身全霊目指してきて、自分取り戻すために上、新しい何かを見つけるね、きっとまた巡り合う。カムデイカモン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 、ヒョルゴヒョルゴ、うわー間に合ったならよし、追っかけた波間に合ったならよし、センキューマン、オッケーオッケー。おー忍者2代目忍者忍者のパドルの仕方癖すごいな、癖強め忍者。
さあ忍者行け、この雨をしっかり頑張って出てこい、頑張って出てこい。ナッシン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 、エマージェンシー。チャンネル登録お願いします。うわぁ、肉眼で見ると波ちっちゃ。ベリースモ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 ースちっちゃスーモー。これは寒いからちょっと味噌汁買ってこようかな。お腹すいたし、おにぎり食べようかな。スーモスーモ、どうした？どうしました？え？水が透き通ってて、魚が泳いでるのね。見えた？じゃあ今日潜ろうよ。水遁の術またやろ、忍者。いやでもゴーグルなんか。ゴーグルなんかいらないよ。開かないよ。はい、目つぶって潜ってくれたらいい。水遁、この前取れなかったから。あ、二人来たよ。あずちゃんはちょっときつい。ゆきさんはいける。押してもらえ。わあ、足 V してた V。忍者、忍者、忍者テイクオフの前足ブイーンって V になってたよ。忍者何してんの？眠いの？疲れが取れないの？魚見てんじゃないの？下魚いる？こうしてると見れる。でかいのもいる？いる。魚がいるんでしょ今日。魚探してきます。マリちゃん忍者とユウキ忍者に水遁見してやれ。いいぞ、いくぞ。なんでそんな胴上げしたみたいにをさ浮いてくんの。ちょっともう一回やってよ。胴上げの瞬間やるからいいよ。いいよ。なんでそんなお尻が持ち上げられるの。ちょっとやってよ。もう一回やって。いいよ。ハハハハ。